アルタイル、またはアルテア、旧正月面接近区画はアメリカ合衆国の NASA がコンステレーション計画で使用することを構想していた月着陸用のランダーである。同計画は2019年までに宇宙飛行士を月に着陸させることを目標にしていた。アルタイルは月面短期滞在や長期滞在などの飛行で使用されるはずだったが2010年2月1日、 オバマ大統領は2011年度予算でコンステレーション計画を中止する意向を表明した。2007年12月13日、NASA は計画中であった月面接近区画の名称を和紙座にある北半球で12番目に明るい星にちなんでアルタイルとすることを発表した。アクイラはラテン語では死を意味し、アポロ11号で史上初の有人月面着陸を達成した。 着陸船イーグル号にも関連している。また、アルタイルという語自体はアラビア語のがラテン語化したもので和紙、鳥、空を飛ぶものを意味している。アポロ計画で使用された着陸船の正式名称はガッツ区画だったが、しばしばガッツ着陸船あるいはガッツ周遊区画などと呼ばれてきた。アルタイルを発表する前は NASA は他の様々な候補名を検討していたと、 報告されている。コンステレーション計画の中止が決定するまで、アルタイルについては概念的な企画が検討されている段階で、実機は1機も製造されていなかった。計画では2018年の月面着陸を目指していた。アルタイルはアポロの月着陸船と同様2段式とすることが構想されていた。この内加工団には燃料、電力、 飛行士の呼吸用酸素などの消耗品の大部分が搭載され、上昇段には飛行士が登場し、生命維持装置、上昇用ロケット及びその燃料などが搭載される計画だった。船室の形状は LM のような円筒形である。当初はアポロの時と同様、その角張った外観にもかかわらず円筒は横置きにされる予定だったが、後に縦置きに変更された。 アポロと違うのは、定員が2名から4名へと倍増していることで、飛行士が月面に滞在している間、無人のオリオの宇宙船が月周回軌道上に留まることになっていた。またアルタイルは地球を離れて2 0 0日間にわたって活動することができ、アポロ応用計画で企画されたような無人の月面補給基地として稼働することも可能となる予定だった。アルタイルは、 以下のような三つの異なる使用方法を選択することができるとされていた。有人短期月面滞在有人長期月面滞在無人補給 LM と同じように、アルタイルには母船のオリオンからの異常用と月面活動用の二箇所のハッチが設けられている。ただし、LM とは違い、アルタイルの月面活動用のハッチは、スペースシャトルや国際宇宙ステーションに使用されているような、 気密室を持った二重構造になっている。船室と宇宙空間の間に気密室を設けることで飛行士が宇宙服を着脱する際に月面から危機に悪影響を与える恐れのある微細な粒子を船内に持ち込むことを防ぎ船室の気圧を保つことを可能にしている。アポロの場合は船外活動をする際は船室全体が減圧されたがハッチを二重構造にしておけば 仮に宇宙服が故障するような事態が発生しても飛行士は速やかに船内に戻ることができるし、また他の飛行士たちも7日間にわたる月面滞在で行う船外活動を犠牲にすることなく任務を完遂することができる。また機密室は加工団に設置されるので、もし船外活動を伴わない長期月面滞在だけを行う場合には最初から取り付けないでおくこともできる。 打ち上げ用ロケットのアレス V に搭載できる貨物の寸法は直径10メートル以内、高さ14.9メートル以下と決まっているので、その規格に合わせるべく足は引き込めるようになっている。また船内には ISS やロシアのソユーズ宇宙船に使用されているような小型のトイレやアポロ計画であったような凍りついた食事をなくすための加熱器レーザー誘導式の距離測定器、 発展型の無人月周回衛星が収集したデータを使用するシステム、グラスコックピットやボーイング787のものを元にしてオリオン宇宙船のために特別に開発されたコンピューターシステムなどが搭載されている。アルタイルのロケットエンジンの燃料には、加工弾には、現行の極低温推進剤が上昇アポロの月着陸船では、 コンピューターについてもロケットの燃焼システムについても当時における最高の技術が結集された。ロケットに関しては上昇、加工弾とも点火装置を必要としない混ぜ合わせただけで着火する燃料システムを採用し長期間の保存を可能とした。低温式にするにしても常温式にするにしてもアポロの LM と同様燃料の供給には 多くのロケットに使われているような故障しやすいポンプではなく高圧のヘリウムガスを使用する必要がある。また宇宙船は赤道に沿うような軌道や逆に高い傾斜角を持つ軌道からでもアルタイルはオディオンとドッキングしたまま月に向かうがオディオンに搭載されているエアロジェット社製のアージマイナス10ロケットの推力とその燃料の量では全体を月周回軌道に投入させるには 不十分なのである。加工団には液体水素と液体酸素を燃料とする RL-10 エンジンの改良系を使用する。上商団にはオリオンと同様 RG-10 が一機だけ搭載される。当初 NASA は上商団には液体酸素と液化メタンの組み合わせを採用したがっていた。将来的な火星飛行では搭乗員が 火星の表面で長期にわたって生活する可能性がある。その際の鍵を握るのがサバティエ反応である。ニッケルを触媒として水素と二酸化炭素を高温高圧状態に置けばメタンと水が生成される。これをサバティエ反応と呼ぶ。この方式を使えば熱源と触媒さえ地球から持っていけば火星にある CO2 や水素を使って 燃料や呼吸用の酸素なども調達できるのである。しかしながら、コストが増大したことや、メタンロケットに関する技術が未成熟だったことから、NASA は従来の極低温推進剤や自己着火性推進剤を採用せざるを得なかった。しかしながら、将来的に高級月面基地が築かれる段階になれば、アルタイルの改良型には、メタンロケットが使用されるはずである。 アレス V 重量運搬ロケットの2段目である地球離脱ステージによってアルタイルは地球周回低軌道に投入される。その後オリオン宇宙船がアレス I で同じ軌道に投入される。両者は低軌道上でランデブーとドッキングをした後、一体となって月へと向かうのである。無人のアルタイルが月に行く場合、オリオン宇宙船は EDS が低軌道で1回目の噴射をするのと、 地球を離脱するための2回目の噴射をする間に点検を受けることになっている。アルタイルの開発はジョンソン宇宙センターに本部を置くコンステレーション月着陸計画室が行っていた。JSC はアポロ計画に参加した宇宙飛行士や関連企業、大学などの協力を受けながら宇宙船の構造の開発を担当する。機体の複合構造や様々な形態を 研究開発するための模型を使っての実験なども JSC によって行われる予定だった。アポロ計画で月着陸船の開発を担当したノースロップグラマン社も宇宙船の基本的な設計概念を担当する企業として契約していた。ありがとうございます。